あるところに山奥に住むヤマンバという老婆がいました彼女は自然を愛し山の動物たちとともに生活していましたある日ヤマンバは山の中を歩いていると若い男性と出会いました彼は山で狩りをしていたのですがヤマンバに見つかってしまいましたヤマンバは男性を襲って食べようとしましたが男性は巧みな話術で彼女を説得し 助けてくれるように頼みました男性が山から下りるときヤマンバは彼を見送りましたそれ以来ヤマンバは男性に恋心を抱くようになりました男性も彼女に惹かれヤマンバと交際するようになりましたしかしある日男性は村に帰ることを決めヤマンバには彼を告げましたヤマンバは悲しみに暮れ 男性を引き止めようとしましたが男性は彼女を見返すことなく去っていきましたヤマンバは怒りに燃え男性を呪いました男性は村に帰った後ヤマンバに呪われてしまい数日で病死してしまいましたヤマンバは男性の死を食い自分が呪いをかけたことを後悔しました以来彼女は山にこもり 自然をを愛するる生活を送るようになりました。それ以降彼女は人間に害を及ぼすことはなくただ自然と共に生きる老婆として暮らしました。